家里と二郎文久三年四月二十四日は、三室押し組大使、伊勢松坂小林正門の次男として生まれる。姓は、家里とも、三室押し組、結成二十四四の一人、天保十年、小林正門と朝の次男として生まれる。文久三年、清川八郎の応答に応じ老子組に参加。慶につくと、近藤勇、芹沢かも、 殿内吉浦と共に刑に残る。宇都の旧王から、殿内と共に老式組内の三部村での残留者の取りまとめの責任者の役目を任される。その後主導権争いで、殿内は暗殺、根岸シともやまも脱退し、孤立し出奔した江里とは、大阪にいたところを、指導不覚悟として、芹沢に切腹させられた。去年25。なお、 イエサとの死からわずか一月足らずの5月18日、兄である受学者、イエッサと松も、京都にて何者かによって暗殺されている。東大保存の詳細名簿に名松坂出身のイエッサと二郎新選組前身の老子組、勇敢三重、2017年6月24日。2021年6月21日閲覧。AB、三浦老子組、結成24死の一人。 イエスサトジ大使名鑑新選組データベース。2018年9月8日閲覧。AB、近藤勇主館萩原多賀次郎保管手文久3年5月、推定。アディク、デジタルアーカイブシステム。2021年6月21日閲覧。また、イエサトジロー、猿者大阪をいて、切腹にいたし、こう、受舎。 イエサとシンタロウサルシャ三条河原へ、教主行ったされそうろユーミギ、イエサとジロアンニに、ご座行。ありがとうございます。